皆さんこんにちは。今日も勉強していきましょう。機械保全技能士の資格取得を目指す方を応援しています。今回はですね、リクエストをいただきました学科の管理図の問題を解説していこうと思います。今日の動画は1、2級共通の動画になりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは管理図の問題の出題実績を一覧表にまとめましたので、一斉に見ていきましょう。それがこちらです。この上の段が1級で、下の段が2級を表していまして、丸がついている箇所が出題された年度になります。このようにですね、1級は過去5年間毎年出題されてまして、難易度が非常に高かった昨年の2022年度はですね、このように2問って書いてるように2問も出題されています。一方2級もですね、直近3年間はですね、このように毎年出題されていまして、この一覧表には書いてないんですけど、つい先日行われた今年度2023年度の試験も出題されていますので、管理図の問題を攻略するということはですね、得点につながると思いますので、ぜひマスターしていただきたいというふうに思います。はい、ここからはですね、具体的に管理図の問題の攻略法を解説していきます。今日の解説はですね、いつものように機械保全技能士の試験で出題される問題を攻略するための内容になっていますので、専門的なですね、統計学のような話ではありませんので、ご了承いただきたいというふうに思います。はい、攻略法はこちらです。この一覧表を暗記してください。私もですね、今回このリクエストをいただくまでは管理図の問題実は苦手だったんですよ。で、この一覧表を見ながらですね、後ほど紹介する過去問を解くとですね、面白いようにスルスルと解けますんで、ぜひこいつを暗記してください。で、暗記のポイントがですね、3つぐらいあるんですけども、その1つ目がこちらです。この出題される問題のデータがここですね、計量値か係数値かを分類するということから始めてください。計量値とは測定して測るもので、温度、長さ、時間などがあります。一方、係数値とはですね、数えるもので、個数とか件数とか人数などがあります。後ほど過去問として紹介するんですけど、アルミ板の傷の数などは1,2,3,4って数えますよね。ですので係数値になります。暗記のポイント2つ目がこちらです。データの種類が不良数なのか欠点数なのかに分類しましょう。この不良数とはですね、この欠点を1つ以上含むもののことを言いまして、製品のですね、検査で合否判定に適合していない、いわゆる一般的に言われる不適合品のことを不良数と言います。この機械保全技能士の過去問ではこの不適合品という言葉がですね、頻繁に出てきますので、この不良数イコール不適合品というふうに読み替えるようにしてください。一方、欠点数とは欠点の数のことを言います。過去問の例としましては、先ほどお話ししましたようにアルミ板の傷の数、例えばこの机の上にいくつ傷があるとかですね、そういうことになります。で、最後、暗記のポイント3つ目がこちらです。サンプルサイズが一定か不定かで分類することを覚えましょう。サンプルサイズを過去問ではですね、この群という言葉を使って表すこともありますので、この言葉もですね、ぜひイコールで覚えておきましょう。以上の3つのポイントを暗記するだけで係数値の管理図を分類できるようになります。このですね、 NP 管理図や P 管理図などの頭文字はこちらです。ここに書いてます、この英語の頭文字を意識して暗記すると、暗記しやすいかもしれません。群が一定の NP や C 管理図は不良数、欠点数ですね、数として表して、群が一定でない不定の P や U 管理図は
不良率、発生率のように割合で表されていることが英文から読み取ることができると思います。一定のやつは数、サンプルサイズがバラバラなやつは率、割合ですね、で表すということを意識して暗記しましょう。ここまで説明した内容を暗記しておけば過去問はかなり解けると思いますので、本日はですね、この赤枠で囲った箇所は省略させていただきます。でただしですね、近年この X バー R 管理図だけはしばしば出題されていますので、こちらは後ほど過去問を交えて解説していきたいと思います。はい、ここからはですね、過去問を一緒に解いていきたいと思います。まずはこちら、こちらは2019年度の1級の過去問になります。この問題の着眼点はここですね、単位面積あたりという言葉とへこみ傷の数になります。先ほどの一覧表でいきますと、まずへこみ傷ですから欠点数を数えることになりまして、単位面積あたりですのでサンプルサイズは一定というふうに捉えましょう。ですのでこの場合は C 管理図が適当になりますので、答えは×になります。続きましてこちら、こちらは2020年度の1級の過去問です。先ほどのですね、2019年度の問題の文脈を変えただけの問題になりますので、答えは当然×になります。この機械保全技能士の問題はですね、前年に出題された問題が次の年に出題されることがかなりありますので、そういう傾向がありますので、今年で言えば昨年2022年度の過去問は必ずマスターしておくようにしてください。はい、続きましてこちら、こちらは2020年度の2級の過去問です。この問題の着眼点はこの一定の群と欠点数になります。先ほどの一覧表でいきますと、問題文で欠点数と言っていますので、この時点で C 管理図もしくは U 管理図になると判定できます。ですので答えは×です。まあ一定と群と記載がありますので、この場合は C 管理図が適当な答えになりますね。続きましてこちら、こちらは2021年度の1級の過去問です。この問題の着眼点はこの群の大きさが一定でないになります。一覧表で確認しますと、 NP 管理図は群が一定の時に用いられるというふうに判断できますので、この問題も答えは×と判断ができます。続きましてこちら、こちらは2021年度の2級の過去問です。この問題の着眼点は不良率を管理するになります。一覧表を確認しますと、不良数に関する管理図ですので NP もしくは P 管理図になると判断します。そして不良率を管理するということは、サンプルサイズが一定でないから割合の率で表しているというふうに判断して、 P 管理図が適当と判断してください。ですので答えは丸です。単純に先ほど紹介しましたアルファベットの頭文字の意味を暗記していればですね、 P イコール不良率でしたので、そちらで判断することもできますね。 P はプロポーションです。はい、続きましてこちら、こちらは2022年度の1級の過去問です。この問16の X バー R 管理図は後ほど解説いたしますので、先に問17を一緒に見ていきましょう。この問題の着眼点はそれぞれ面積が異なると傷の発生状況になります。一覧表で見ますと、傷の発生状況ですので欠点数を管理する C もしくは U 管理図となりますね。で次にそれぞれ面積が異なるって書いていますので、サンプルサイズ群が不定ということになりますので U 管理図が適当というふうに判断しましょう。ですので答えは×になります。続きましてこちら、2022年度の2級の過去問です。この問題の着眼点は不適合品率を管理するになります。先ほど説明しましたように、不適合品とは不良数を管理すると判断しますので、一覧表で見てみますと、不良数に管理する管理図ですので NP もしくは P 管理図になります。そして不適合品率となりますので、サンプルサイズが不定と判断しまして、この場合は
P 管理図が適当というふうになりますので答えは×になります。で続きましてこちら、こちらはですね、つい先日行われました2023年度の2級の過去問です。問16の着眼点は計量値と故障発生件数になります。先ほど紹介しましたように計量値とはですね、測定して測るもので温度や長さや時間ですので、例と挙げられている故障発生件数はですね、計量値ではなくて計数値ですよね。数えられるもの 1,2,3,4 となりますので答えは×というふうに判断してください。問17はですね、先ほど紹介しました X バー R 管理図の問題と一緒に今から解説していきたいと思います。はい、それでは最後に昨年から出題されるようになった X バー R 管理図の説明をいたします。まず用語の解説です。これは暗記するしかありませんので頑張って暗記しましょう。この X バーとはですね、計量値の平均値のことを表しています。平均値というふうに考えてください。身近な例でいきますと、男性の平均身長が日本人は例えば170センチとか言いますよね。この平均のことを統計用語では X バーと言いますので、男性の平均身長は X バーイコール170というふうになります。次に R とはですね、データの範囲のことを表してまして、身長の話を例にとってみますと、例えば男性の一番身長の低い方が160センチ、一番背の高い方が180センチとしますと、範囲 R は最大値引く最小値の20センチということになります。以上を踏まえて、先ほどの2つの過去問を見ていきましょう。ですね。2022年度の1級の過去問の問16ですけども、答えは×になります。その理由は、今日はですね、詳しく解説しませんけど、この管理図というのはですね、ある計算で求まるこの UCL っていう線と LCL っていうですね、この管理限界線があります。この問題はこのグラフの点がですね、全てこの管理範囲内ですので逸脱はしていないというふうに判断しましょう。次にこの2023年度の2級の問17ですけども、答えは×になります。先ほど説明しましたように、範囲 R とは最大値から最小値を引いた数値になりますので、この場合は一番大きい12から一番小さい8を引いた4になります。ちなみにこの10っていうのは平均値の X バーの数値のことを言いますね。はい、本日は以上になります。実は私もですね、この管理図の問題苦手にしていたんですけども、リクエストをいただいていろいろ調べていきますと、先ほどの一覧表にたどり着いて頭を整理することができました。参考にさせていただいたサイトをですね、概要欄に貼っておきますので、興味のある方はご確認ください。こうやって動画にしてみますとですね、過去問の回答はほとんど×が多いんですね。もう判断に迷った時はですね、もしかしたら×でもですね、得点できるかもしれませんので、豆知識として置いておいてください。はい、一級の方はですね、いよいよ試験が近くなってきました。昨年の1級の学科はですね、非常に難易度が高くなって悔しい思いをした方も多かったというふうに感じています。今年こそですね、ぜひ合格していただきたいと思っていますので、頑張ってください。応援しています。この動画を見てくださる皆さんでですね、合格を勝ち取りましょう。最後になりますけれども、もしよろしければチャンネル登録と高評価をしていただきますと動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。それではまた見てください。